あ、どうしたの？もうさ、激しいね。GU で買ったこのレイヨン素材のシャツなんだけどさ、うんうん、一回洗ったらさ、うん、見て、ヨレヨレヨンになってしまった。わざとらしい。でもこれガチでさ、うん、ちょっとレイヨン素材のは絶対洗ったらダメだよね。そうなのね。見てなかったんだよね。そう、レイヨン 100%。 そう、これはね、洗っちゃいけないんだって。レイヨン洗ったらいけないんだって。で、結局洗っちゃったらどうなったの？洗っちゃったら、うん、ヨレヨレ。言いたいだけでしょ。はい、今日はですね、最強の洗濯物を干すということで家事室に来ております。はい。で、この家事室の洗濯物干しは、うん、僕がですね、4年ぐらい前に作ったもので、まあ、動画には撮らなかったんですけど、簡単にね、ちょっと作ったつもりが結構なんか思いのほかいい感じになって、うん、で、まあ、紹介しようかなということで、で、まあ、ちょうどね、今梅雨時でね、あの洗濯物がね、乾かなくて困ってる人も多いかなと思って、そうそう、うん、まあ、タイムリーな話題ということでね、うん、お届けしようかなと思いました。はい。あ、空間が限られてる人とか、うん、すごくいいと思います、うん、これ実はこんな感じで、まあ、まだあの後から紹介しますけど、うん、通媒材を使って今回僕はですね、あのコの字に作って、あの両サイドにそれを置いて、うん、それをこのね、あのハンガーパイプでつなげるような形で作ったわけなんだけど、実際ね、壁にはこれ穴を開けてないの。そう、壁には穴開けてなくて、うん、賃貸なんかもね、あのそのままこのアイデアをどこか反映できるかなと思ってます、うん、今回は、まあ、僕がね、あの作ったこれを紹介するんだけど、このね、アイデアを応用で使ってもらえたらいいなって思ってるところが一番大きくて、うん、で、そのハンガーパイプをね、うまく使うことで、うん、バリエーションをね、いろいろ工夫ができて、その場所に合ったものを作れるわけ、うんうんうん、だからね、そこら辺をね、あのいいところを盗んでもらえたらなって思ってます。はい、そうだね、はい、でそれではね、あの早速紹介の方していこうと思います。はい。家を建てた時に、この家事室で洗濯物を干す時に、うん、使ってたのはこれだけなの。そう、全然足りなかったのね、うん、でこれだけで全然足りなくて、どうにか容量を増やしたいということで、うん、まあ、考えたのが今のこの形。はい。で、まずね、お見せしたいのがこれね、板のように見えて、実は 2x4 材が4本使ってあります、はい、縦にね、うん、で、これがプレ止めで、ちょっとスケールで申し訳ないんですけど、うん、プレ止めで左右にこの建物がね、左右に触れないようにこう作られてます。そしてここの上ね、ここの上は 2x6 材、140のものが3つつなげて棚にしてあります。で、これはね、僕が作る時に結構、まあ、悩んだんだけど、うん、このね、カーテンレールの上に持ってきたの。おー、本当だね。そう、うん、カーテンレールの上にちょうどすることによって、うん、デッドスペースを殺して、うん、なおかつこの棚の上には物を置けるっていう感じで、はいはい、洗濯物が干す場所が増える、プラス収納力が上がるっていうのでね、うん、いいとこづくめのダブルパンチなの、はい、なるほど。そうで、 2x6 材をつなげることで強度も出てるし、うん、こっちもね、向こうと同じように 2x4 材を4つつなげてプレ止めで、うん、で、この 2x4 材のコの字のものを左右対称に配置してあって、うん、で、こっちの動きに対してのプレ止めは作ってるんだけど、横に対してがあんまり弱かったわけ、うんうん、で、それを今ここのね、ハンガーパイプで左右つなげることで強度を持たせてる、うん、はいはい。で、これでね、もうほとんど洗濯物を干す程度だったら全然揺れない、うん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 、ま、もちろんね、人がぶら下がったらダメだけど、うん、ハンガーパイプ自体が持たないんだけどさ、うん、洗濯物を干す分には全然大丈夫だと思います。はい、大丈夫だよね。大丈夫だよ、実際大丈夫だからね、うんうん、まずこちらね、
2×4 材にブラケットを揉んでます、はい、で次はこれはねあのこいつが中があの通通になっててこいつはね、うん、ハンガーパイプが通してあるの、はいはいはい、だからさっきのこちらね、うん、これを止める前に、うん、先にねこれとこれとこれとこれを通しておく必要がある、うん、最初でねそうそうそう、うん、最初でもう通しておいて必要な分だけね、うんはいはい、で必要なところに止める、うん、でこれはあの上の方に揉んであるんだけど、うん、なるべくねこの横のハンガーパイプが来るところにこれはつけた方がいい荷重がかかるから、うんうん、ここに荷重がかかるのをここで受けてあげるっていう感じ、うん、で、はい、こっち側はあの横の壁側に近いから、まあえてつけてないんだけど、うんまあ、あるに越したことはないっていう感じです、うん、こちらでちょっと説明するとこのブラケットの位置はね壁から330のところにも見つけてあって、はい、でこれがなんでこんぐらいの距離かというと、うん、このハンガーをかけた時にね、うん、この横に余裕がないと半袖が来るからこのねスペースがないの、うん、なんかできればねちょっと広めに開けた方がいい壁からねえそれはそこって考えてやったのうん考えてやったのハンガーのこの半分の長さを、うんまあ、大体出しといて、まあ、お使いのハンガーのね、うんうん、でそれから、まあ、どっかね130ぐらいかな今このハンガーで言うとね、うん、だからあればあるだけ風が通るから乾きやすくなるなるほどね そこまで考えてたんだそこまで考えて作ったのへえ。なんかやっぱり洗濯物っていうのはさ、うん、あの風が通んないと乾かないから、うん、風がなるべく通るように、うん、あのスペースを全部開けつつ、うん、あの干さないといけないじゃん、うんうんだよね、だから、うん、なるべくなら壁からちょっと離す感じ離した方がいいよねでうちは330、うん、でこれでとりあえずは乾くね、うん、乾く乾く、うんでね、はい、ただこれのいいところは、うん、このね左右を支えているこのハンガーパイプになるんだけど、うん、これをね増やせますおでうちは向こうに 1,2,3 本、うん、この横に渡すのを作ってんだけど、はい、足りなかったらまたね増やそうと思ってたの、うん、でとりあえずまあ3本で使ってみて、うん、もう全然足りてるから増やす予定はないんだけど、うん、言ってたもんね最初でね、うん、増やせるからねってそうそうそう、うんでね、これのいいところをね、T 字のこのブラケットは、うん、こっち側はね、あの、まあ、ストップになってんの、うん、この横を刺す方は止まりになってて、うん、こっち側の方はツーツーになってんのここ六角を止めることで固定できるの、はい、こいつね、うんうん、で干す場所をこんな感じでねこんな感じで調整できます、はいはい、そうこんな感じでね、うん、いいねこんな感じで言ってるけど、うん、いいのでそれで家族の人数が多い人なんかさそうそう洗濯物が多いから増やしたり、うん、場所を移動したりって簡単にできるっていうことだねそうそう簡単にできるへえ。なんか干す場所がたくさん必要な人は、うん、この縦のさ、うん、さっき説明したこのブラケットこの上に突っ張ってるこいつをちょっと多めにしてあげて、うんあのこの横をね、うん、多くしてあげると洗濯物よりたくさん干せるめちゃくちゃいっぱい干す人はねこの上よりも下にね伸ばすっていう手もあるのよはいはいハンガーパイプを、うん、で ここにするってことそうあのさ天井に突っ張るタイプのさ、うんうん、2×4 のあるじゃん、うん、ラブリコだっけパカッてするやつそうそうそう、うんなんかこう上を突っ張ってあげて、うん、床にね、うん、穴を開けないで、うん突っ張ってあげてそれにこうするっていうのもあるねそうそうそう、うん、できるし、うん、なんかもう発想次第でねこのハンガーパイプはいろいろできるっていうのですごいおすすめはい、あ、で上にもね荷物が乗るしねそうで両方とももうこっちもね向こうも荷物が全然乗るし、うん、洗濯物も干せるし、うん、めちゃくちゃ大容量日頃ですね僕がまあ洗濯物を干す係なんですけど僕なりの洗濯物理論があって、うんで、僕はね、最初ここにね、この状態で洗濯物を干すのっていうのがすごい楽で、うん、なんでかっていうと、うん、ハンガーパイプはね、ちょっと高めなの、はいはい、子供が干すには高いかもしれない、うん、
で、なんでそういう風にしたかっていうと、拡張性をまた残したかったから、あえて上の方につけて、もしこれで足りなかったら、ここにもね、一本通そうと思ってたの、下にも、はいはい、だから横も増やせるし、ここの中段もまだ増やせるし、っていう感じで、まだ余力を残した状態のこの上取り付けで、上だとね、まだいいことがあるの。何でしょう。何？上だといいことがある、うん、洗濯物をこんな感じで、上に干すとまだいいことがある。え、下に干す以外にでしょ。そうそう、風が通りやすい以外に。あ、惜しい。あ、惜しい。え、でも正解を言うと、あの風が通りやすい。あ、そうなの。知らんかった、分かんなかった。上に干すことによって、下をね、風が流れてくれるから、で、湿気っていうのは下に溜まるでしょ、だから、下の方を風を通してあげて、サーキュレーターだったり扇風機とか、まあ、うちは扇風機で回すんだけど、除湿機をかけてね、と扇風機を一緒に使って併用して回すんだけど、だから上に干すことによって風が流れて、より早く乾かすことができる、で、これで、あの上のね、この洗濯ボトルのこいつの真ん中にフックをかけるのがあって、まあ、うちのはね、でそれにこんな感じで S 字でちょっと下げて、この状態で僕はまず干します、はい、バーッと干しますね、そして干し終わって、じゃあもうあの除湿機を回して、今から乾かしようってなったら、こいつをねカチッて取って、ここにつけるの、はいはい、ってなったら下の空間がまた広くなって、なってるね、なってるなってる、広くなってるよ、広くなって風がブワーってなって、いいねいいねいいね、なってるなってる、計算されてるわけ、かっこいい、この家事室はさ。でね、一応うちはあの夜洗濯物を回すのね。そうなんです。深夜料金を使って、あの除湿機を回すのね、っていうのも共働きっていうのもあってね、そうそうそう、帰ってきてからね、そうそう帰ってきてから、で深夜料金で除湿機を回して、扇風機と一緒に風を回しながら除湿をしてあげて、乾かすと、はい、でやったらもう翌朝もカランと乾いてるだね。そう、どれだけ早く乾かせるかでね、そう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 、洋服の匂いにね関わってくるからね、そうなんだよね、だからもうこのハンガーパイプを上に取り付けることによって、下にね空気の流れができて、まあ、より早く、どういう風に骨をブワーってなってこうなる。なるほど、分かりやすい。そう、まあ、ちょっとここからね、あの床から1970なんだけど、うちの場合で言うとこの通媒材を作った時にね、あのここのカーテンレールの上に持ってきた関係で、まあ、1970にもなってしまったんだけど、まあ、ここはね、あの各ご家庭でちょっとあの場所に合った設計にした方がいいと思う。ここ2連にするんだったらさ、洋服がさここにこんな感じで来るでしょ。でここをちょっとこうスペースを空けてさ、ここにハンガーパイプをもう一つするんだったらさ、まあ、もうちょっと空けた方がいいかもしれないし、そうだね、そうそうそう、だからまあそこら辺はちょっとこのご家庭の、あのお部屋の間取りっていうかそういうのを、まあ、考慮して考えた方がいいかなと思う、まあ、うちは1970でいい感じ、十分足りてるね、で僕の干し方はこっちがタオルゾーンなの、そうだ、タオル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 、でタイがいける、でこっちは洋服ゾーン、こっちはもう洋服洋服洋服で、こっちにさっき言ったあのちっちゃいタオルなんかがここに来ます、はい、ここに来る、で除湿機は上から風が出るんだけど、この三菱の除湿機なんだけど、あらいいの持ってんじゃん、上から風が出ます、でこの風が上に出つつこういう風にスイングをしてくれるから、僕はねこれをねこういう風にして、一番乾きにくいのはここのタオルたちなの、タオルたちだから、この風をなるべくタオルたちのこの下に当たるようにして当てつつ、扇風機でこっちの方にこう回して、首振りにはしません、はい、扇風機は、うん、首振りにすると、風が遠くまで届かないから、へー、固定して、こっちにやって、回します風を。だからいつもこんな置き方してんだ。そう、いつもこの置き方だもんね。そう、絶対これなの。なんでかって言ったら絶対もうここの真ん中が乾かないよね、だよね、密集してるからさ、タオルたちがさ、
うちタオルすごい多いもんね。そうだからそういう風な配置で、毎日僕は洗濯物を乾かして、全て理由があるんだね。そう、全てのことはもう計算されたこの配置。はあ、はい、とっても助かってます。はい、はい、いや夜干して、うんうん、もう朝にはバチッと乾いてるから、うん、いつもね、うん、ここの長さが約1570なの、うん、パイプの内内ね、うん、内側と内側が1570ぐらいのこのスペースなんだけど、うん、これがね、まあ、結構長いわけ、うん、で本当はね 1m 置きぐらいに下からの突っ張りだったり上からの支えだったりのがあった方がベスト、本当はね、うん、って思ってて、うん、でも、まあ、うちのこれで、まあ、とりあえずは大丈夫だから多分大丈夫だと思います。はい、でこのパイプ K がね 25mm、 パイプ K が 25mm です、うん、うちのハンガーパイプはね。はい、でここが長くなってしまう場合はね、あの昔聞いたことあるんだけど、ハンガーパイプの中にあの丸い木を入れるっていうのを入れてあげると、うん、パイプ自体にまた強度を持たせられるらしいっていうのを聞いたことあって、うん、まあ、ありだなと、うんうんうん、っていう裏技があります。うん、それでも洗濯物干す程度は全然いいんだけど、うん、ぶら下がったらもうダメ。あ、ちなみにねこの緑の布すっごいみんな気になってると思うんだけど、うん、これ一応僕の合成用ね。そういつもここに置いてるのね。そうそう、ここでねあのシワを伸ばしてなるべくシワが寄んないようにしてるの。そうなんです。はい、以上がですねうちの最強の洗濯物干しをご紹介したわけなんですけど、どうだったでしょうか。このね、2x4 材とハンガーパイプの組み合わせは実は結構いいと思ってて、壁にね穴を開けないスタイルであの作れますので、いろんな場所にねあの応用が効くと思ってます。で実際うちもあの壁に穴開けないで 2x4 材と6を使ってこのコンの字に組んでね、うん、左右をこのハンガーパイプでつなげるような感じ、これでね、うん、で作ったわけなんだけど何の問題もありません。はい、もう4年ぐらい使ってるんだけどね、うん、全然トラブルも特になくて、はい、あの折れたりとかっていうのも、まあ、通常の仕様ではないです、うん、ですので、まあ、そのお部屋のスタイルに合った形でこの僕が考えたこれでアイデアをねあのどうにかそのお部屋のご視聴者さんのお部屋の形に合ったスタイルで活用してもらえればいいかなと思ってます。はい、本当穴を開けないっていうのはいいよね。うん、そうで、またねあの家を建てて間もない時だったからもったいないと思ってて、そうそうそう、うん、なんかまあこういうになったわけなんだけど、もう全然ね上にも物を置けるし、うん、洗濯物もたくさん干せるしね、うん、すごいおすすめです。はい、はい、まあ、それではですねあの今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバーイ。